手袋忘れてきちゃって。はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲルです。いつもご視聴コメント高評価ありがとうございます。今日はね、富津市の大沢という集落に来ています。これからハイキングがてらね、ちょっといくつか見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。板についてんな。なんで4月にこんな紅葉みたいなものが見られるんだろう。似てる。なんかすごいコントラストいいね、これ。うん、緑とね。これもともとこういう色なのかな。こういう色の植物、あの中国にそういうやつあるじゃないですか。あ、そうなんですか。若葉で赤くて、ええ、で成長するとね、緑に抜けちゃうの、色が。なんかすごい、これは違うと思う。そしてダートの山道に入りました。舗装はされていませんが、福音にも余裕があるので、かつては車道だったのかもしれません。やがて行く手に六地蔵が現れました。お地蔵さんですね。なんだろう、六地蔵になってるじゃん。こっちに一個ありますもんね。こっちも隠れてる。あ、隠れてるんだ。それで隠れてワンセット。うん、あ、本当だ。結構きついね、これ、ね、歩き出して20分ぐらいですけど、もうヘトヘトです。まっすぐダラダラ登っていくのか。結構きついと思います、精神的に。ちょっと休憩しよう。この辺から少し平らになったの。あ、本当だ。よかったね。よかったよかった。大丈夫だよね。うん、ないよね。ヒルくっつくとなんか痒くて分かるんですよね。なんかムズムズ、痒いというかムズムズ感。うん、これ溝状の道はね、なんとなく憂鬱になってくるんだけど、こういう道はいい感じですね。ここだけだったらハイキングコースって感じですけど、とはいえ運動不足なのでもうヘトヘトです。あ、中でももうピークの感じですね。20分ほど歩いたでしょうか、ようやくピークに到着です。海抜で150メートルほど登りました。この先の神社の下に最初の目的地があるはずです。あるね。 ありました。穴ある。 あったあった、いきなりこれか。あるね、穴っこあった。うん、ちょっと崩落してるね。これから挑戦です。ん、終わっちゃって。え、マジっすか、もう終わり。うん、そう。あれ、あ、これでも平…いや、上…あ、まだあった。うん、あったいや、これ崩落してんだ、やだな。お、またゲジさんだ。ゲジさん。中で、あ、でもここで左右に分かれてんの。いや、怖いね、この崩れ方ね。時々ある崩れやすいやつだ。うわ、続いてる、両方やばいね、でもよいしょ。あ、コウモリウンコ地帯だ。うん、そっち正面も。正面はね、ないです。左右ですね。どっちか行こうか、右から行こうかな。左にコウモリさんが見えました。コウモリくそやばいよね。うん、匂いがダメなんだ、まあ、好きな人はいないよね。手袋忘れてきちゃって。おお、気をつけてね。マジでこれ危ないね。うん、俺ちょっとやめとくわ。そこで閉塞。これはやっぱり軍関係がなんか掘ってるよね。ですね。なんだろう、指令陣地だろうけど、こっちも微妙に長いけど、うん、その辺かな。どうも、パパさん。どうでしょう。パパさんもその動画で俺は後で楽しむことですね。ここまで来て、うん、あの奥がさ、ええ、続いてるっぽいんだけど、どうなんだろう、あれ閉塞なのかな。どれどれ。あんまり触んない方がいいと思う。うん、手袋ねえし。そうなんですよ。うん、だけどね、あの奥、ほら。ああ。ほら。ああ、少し続いてんね。ねえ。怖いな。
わかんねえな、まだ続いてるっぽく見えんな。まだ続いてる。あ、結構続いてますよ。え、その左手じゃなくて正面に。うん、こっちに、この向きに。へー、あー、あそこで閉塞だ。こっからね、約何メートルだ、10メートルぐらいで閉塞ですね。10メートル、もうちょっとかな。閉塞っていうか、埋め戻しかもしれない、これ。埋め戻しっぽく見えんだけどさ、気のせいかな、崩れただけかな。ここちょっと危ねえな。ヘルメット持ってくるの忘れちゃったもんな。あ、ついでにさらにここ左にもね、もう一本分岐がある。それはね、でもすぐに埋まっちゃってる感じだから、まあ群物は間違いないと思いますけど、群でなきゃありえないですよね、逆に。僕もなんてこんなとこ掘るわけないし、うん、理由がないか。じゃあ観測所とか、うん、なんか大砲せようとして基地構築しようとしたってやつじゃないですかね。じゃあガチの人呼べばいいじゃないですか。ガチの人、うん、ガチの人見たがってたから、写真だ、写真撮っとこう。まあ、でもここまで来ちゃったんだからな。やっぱりこれここでおしまい。まあ、なんかでも埋め戻しのようにも見えんな、これな。全部奥まで見えたんで、ここで引き返します。ちょっとここはこれね、長いは無用の穴ですね。危ない危ない、マジで。さっき触っただけでポロって落ちましたからね。よいしょ。だから頭ぶつけたりするとやっぱりポロってくるだろうし、もうこれぐらいの大きさのがね、頭の上降ってきたら死んじゃいますからね。よいしょ。ああ、あそこも狭くてガレガレで怖かったよね。確かに。うん。時々こういうのありますよね。ああ、一応まあ軍関係の穴があったっていうことで俺は満足ですよ。俺も、うん、とりあえず上がっただけの価値はあったとね。よいしょ。じゃあ帰りましょう。はい。じゃあうんこと頭に気をつけて。あ、今もやっぱりあったんさんが触れたらポロッと落ちたな。これはやばそうだもんね。うん。見るからに。野々塚の隧道とかもこんな感じなんですよね。この穴は形状やロケーションから考えて、大戦末期に軍が構築した地下壕と見てほぼ間違いないと思います。観測所もしくは監視する兵の掩蔽壕あたりじゃないでしょうか。大砲や機関銃の陣地だと一発ぶっ放しただけで大崩落を起こしますからね。次はこの近くにある三角点に向かいたいと思います。あれ結構楽なんだろうね、うん、リズム取れて。うーん、この上っぽいような気がするんだよな。もう近い。もうだってもうあと、うん、あと等高線一本のこの小山が。じゃあこの上ってことね、うん、じゃあ上がりますか。上がりますか。近いのでまだあるんですね。もうあのピークの上で間違いないでしょさすがに。あったあ、もう松さんどうぞどうぞ。いいっすか。ありました。三角点到着。よいしょ。はい。なんかこれがお決まりみたいな。結構立派だね。ええ。何、三角点仲間でそれがお決まり事なの？なんかみんなこれやってますよ。こうしゃがんでしょ、ヒュイって。俺座っちゃうとかするの。炎上ネタ。炎上かもしれない。最近動画撮影がメインになって、かつコンパクトなカメラに慣れてしまったので、デジイチを持ち歩く機会も減りました。今回も静止画はスマホで済ませました。こんなことだからカメラが売れないんですね。写真も動画も結構撮ったので満足して帰ります。じゃあ、マツさん、この石段が何であるか数えてみよう。嫌です。上りと下りで段数が違う。っていうかもうここがすでに数えられないじゃん。先ほどの地下壕のあった鳥居の前に戻ってきました。先ほどは石段を登るのが大変そうなのでスルーしましたが、やっぱり気が変わってお参りしていくことにしました。この神社というか、実は石祠があるだけなのですが、大沢天皇様などとも呼ばれているようです。いい感じですね、これね。お写真持ってこなかった、ごめんなさい。
祠の周囲は木が生えてさえいなければ非常に見晴らしの良い場所で、敵を監視するのにも絶好の場所だったと思います。そして風通しもいいのでマイクに入る音は雑音だらけです。ということで満足して下山です。ところで今回の穴ですが、自分は視聴者の方からコメントをいただいて存在したのですが、実は今回同行してくださったアッタンさんも以前からその存在を知っていたそうで、一度ここを目指して途中までの山道を歩いたことがあったそうです。ところが今回とは別のとんでもない斜面をよじ登ったくせに、なぜか山道の途中で心が折れて引き返したそうです。わけわからない人ですね。ということで帰りは前回アッタンさんが通ったというとんでもない斜面を行ってみることにしました。いや、ようやく安全なところに来たんで、片手でカメラが使えるようになりました。あ、神社だ。下の神社まで降りてきました。むちゃくちゃ立派じゃないですか、これ。鐘までありますよ。あれ、神社って鐘あるもんでしたっけ？これは、それさ、反証なんじゃないか、どっちか。俺は絶対反証だよね。反証持ってきたのかな？だって結構しっかりした作りだよ。結構いい彫り物あるよ。だから言ったじゃない、結構彫りがいいって、ね、これでも古いやつから移築したのかな。なんかあそこら辺、あのほら、針金で結んである、縛ってあるもんね、うん、あ、本当だ。別物なのかな。じゃあこれは波の井鉢ですよ。だってそこの針だってすごいよね。うん、こんな曲がってて、あ、すごいね。え、こういうの初めて見た。普通違うよね、こんなんじゃないよね、うん、そうですよね。はい、エンディングを撮り忘れたので最後もアフレコで失礼します。ちなみにここは昼食などに訪問した清純法師入場塚と愛宕神社に向かう途中の道です。そちらの動画はすでに公開済みですので、よかったら見ていただければ幸いです。この先のトンネル、長いこと名前が分からなかったのですが、最近になって高野隧道という名所だったことが判明しました。ですのであまり関係ないけど登場させていただきました。ということで今回の動画は以上になります。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。